きの皆さん、おはようございます。4月7日水曜日、ただいまの時刻は8時1分を回りました。カルチャンプルーの浮江通りにあるスタジオから生放送でお送りしておりますモーニングの葉。今週からですね、水曜日担当志保です。これからの時間、皆さんどうぞお付き合いお願いします。はい、4月になりました。今日が4月7日水曜日。今日からね、学校がスタートするっていう方も多いんじゃないですかね。そしたら明日は入学式か。そうですね、中学校とか小学校あたりは県内明日が入学式なんじゃないですかね。一気にね、4月ということで新たななんかスタートを切っていくんですが、私も水曜日今週から頑張っていきたいと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。でですね、今日のトークテーマなんですが、今日のトークテーマ、4月ということで新しい、なんかね、新しく何かするのにもね、動きやすい時期ですよね。環境が変わったりとか、もう何よりも暖かくなってきたからねなんかね、体を動かしやすい時期なのかなと思って、今日のトークテーマ新しいで、皆さんからのコメントメッセージを募集しております。メールアドレスは780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp までお願いします。またこの放送はツイキャスト、 YouTube で動画配信もしておりますので、動画気になる方そちらもチェックお願いします。 FM 那覇のウェブサイトにアクセスしていただくと、トップページからこの YouTube の動画をお楽しみいただけます。またリスラジアプリっていうアプリをダウンロードしていただければ、全国どこからでもこの FM 那覇の放送をお聞きいただけますので、今日の皆さんのご都合ご予定に合わせてラジオをお楽しみください。コメントエピソードはホームページのメールフォームか、先ほどのメールアドレス、もしくはツイキャスから気軽にコメントできますので、どうぞ皆さんお楽しみください。早速おはようございます来てますね。カンパチさん、おはようございおはようございますって来てますね。お、田舎娘ジェットさんからも来ています。おはようございます、歯磨きしながら聞いてます。いつも配達で音声のみだから動いてるしほちゃんを見るってなんか新鮮。あー、確かにね、そうですよね。なかなかね、あれなんですよ、配達しながらだったらね、まあよそ見するわけにもいかないですからね、動いてる私ですまあこんな感じでですね、今日も一日皆さんと仲良くラジオをしていきたいなと思います。皆さんからいただいたコメントなどは番組の中盤ですね、8時20分頃に読んでいきたいと思いますので、どうぞ皆さんコメントなどどしどしお寄せください。早速今日の1曲目からかけていきたいと思います。今日の1曲目はあいみょんで春の日、お聴きください。ただいまの時刻は8時10分を回りました。この時間は今日のお天気と那覇市内の交通情報をお届けいたします。先ほどですね、ツイキャスの方がすいません、何かね、新学期早々なんか機嫌が悪かったみたいで、音声がちょっと届いてなかったみたいなんですが、今ちょっと復旧したみたいです。お騒がせいたしました。早速ですね、那覇市内のお天気からいきたいと思います。4月7日水曜日、本日の天気晴れ、夜曇り、北東の風やや強く、波3メートル、うねりを伴います。
降水確率6時から12時 10%、 12時から18時6時から12時 0%、 12時から18時 0%、 18時から24時が 10% となっております。日中の最高気温は24度の予報です。続いてこの時間の沖縄本島中南部の注意報警報ですね。本島中南部波浪注意報が出ております。続きましてこの時間の那覇市内の交通情報をお届けいたします。まず国道58号線南行き那覇市泊方付近、那覇市泊付近 0.8 キロの渋滞です。続いて西消防署通り上り那覇市 泉崎付近 0.5 キロの渋滞です。続いて国道330号線北行き那覇市与儀付近 0.9 キロの渋滞です。こちら与儀大通りの方ですね。続いて46号線上り那覇市の回し支所南付近 0.5 キロの渋滞です。続いて那覇糸満線82号線上り那覇市市立前病院付近1.4 キロの渋滞となっております。続いてこの時間の高速道路の交通情報をお届けいたします。この時間高速道路沖縄道下り汽車場トンネル出口山里バス停工事のため規制中です。続いて沖縄道下り宜野座インター付近工事のため規制中となっております。続いてこちら沖縄道上り宜野座インター巨大インター間金インター宜野座インター間工事のため第一走行規制となっております。続いて沖縄道上り金インター付近工事のため第一走行規制となっております。以上この時間は今日の那覇市内のお天気と交通情報でした。続いて本日2曲目を流していきたいと思います。今日本日2曲目はランディ・ニューマンで君は友達、お聴きください。亜熱帯ラジオFM ナパ。時刻は8時16分を回りました。この時間はまず最初に4月6日付沖縄県内新型コロナ感染情報をお届けいたします。6日付新たな感染者は98名、陽性検査数は108名となっております。続いて琉球新報沖縄タイムスの紙面よりニュースです。まず最初に沖縄タイムス総合面、県内コロナ1万人突破、新規98人、人口比最多続く。県は6日新たに10歳未満から90代以上の男女98人の新型コロナウイルス感染を確認した。県内の累計感染者は1万人を超え1万と39人となった。1000人ごとの増加は過去最速タイのスペース。全陽性者に占める死亡者の割合は 1.3% で高齢になるほど上昇。
年代別で見ると70代以上が 8.4% と高く、90代以上に限ると 19.7% に上がった。続いて琉球新報のこちらも総合面からですね。沖縄に豚、7000年前から。沖縄本島に7000年以上前から豚が多数存在していたことを名古屋大と県埋蔵文化財センターが6日までに突き止めた。縄文時代の野国貝塚から出土したイノシシとされる骨の形を分析した結果、大部分が家畜化した豚だったと判明。年代測定では国内でも最古の豚の骨と見られることも分かった。出土した豚は中国大陸から持ち込まれたと考えられ、名古屋大の新見教授は、交流があまりないとされてきた縄文時代の中国大陸と日本列島の関係性について再検討する必要があると話している。以上、この時間は琉球新報沖縄タイムズの紙面よりニュースでした。那覇への愛を聞かせてください。那覇市政100周年記念キャンペーン。 FM 那覇では那覇市の市政100周年を記念して、あなたからの15秒のメッセージを募集中。あなたの声がラジオから流れます。応募方法は2パターン。15秒以内の音声を録音して、音声データを780@fmnaha.jp 宛てに送ってください。またはツイッターに那覇への思いを綴ってツイート、ハッシュタグ那覇市政100周年を祝おう FM 那覇キャンペーンをつけて投稿してください。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。時刻は8時21分を回りました。この時間はフリートークのお時間となりますので、皆さんからいただいたコメント、メッセージなどを読んでいきたいと思います。今日ね、朝からちょっとね、音声がいかないハプニングとかも多々あり、私もね、初めて新しくの水曜日を担当させていただくっていうこともあって、めちゃめちゃね、なんかドキドキしてて、すごいなんか音楽がね、おかしくなってるところがすいません多かったかと思いますが、失礼しました。皆さんの温かいお耳で聞いていただければ幸いです。今日のトークテーマ、新しいで、皆さんからのメッセージなどを募集しておりました。はい、来てますね。新しいトークテーマ、新しいで、田舎娘ジェットさんから来てます。新しい、この前画伯に那覇市の妹ってキャッチフレーズを那覇市の妹子と打ち間違えちゃって笑う妹子しかもお芋の芋ね、芋子さんね、那覇市の芋子も可愛いからさ、新しいニックネーム芋子を定着させようかなと密かに企み中ごめん、これ読んじゃった田舎娘ジェットさん、すごいニックネーム作るの上手そんなね、あのジェットさん他にもありますよ。新しいといえば、今日から新しいスニーカー出そうかなと思う。なかなかタイミングがなかったけど、今日はスニーカー出そうってきてますね。わかる、なんか買ってからさ、温めるのに時間かかるよね。温めてからさ、出すまでだ。なんかお気に入りだと思って買ったものを、お気に入りがゆえになかなかね、出せないっていう。私ね、今使ってるお財布、今年出したんですよ。1月1日ぐらいに出したんですけど、買ったのがね2年前ぐらい
2年前ぐらいに買った財布をいつ出そうかなーつってめちゃめちゃ温めて今年出しました。もうあるよね、なんかね、思い入れ深すぎるとなんか出すのもね、出し惜しみしちゃうんですよね。いや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 、でもね、新しい靴って新しい場所とか素敵な場所にね運んでくれるってね、自分のこと私のこと歩いてる人を運んでくれるってよく言うからね、いいと思う。なんか新しいこと始めたいとかちょっとお出かけしたいなっていう時にね、ちょっと一つニューアイテムを入れるとやっぱりねその人の行動って変わってくると思うんですよね。私もね、あれですよ、あのボールペンとか買うじゃないですか、新しくね、100円とかでもいいんですけど、もうめっちゃテンション上がってその日すごいやる気に満ちてる。そんなことってありませんかね。お、沖縄大好きさんからおはようございますのメッセージ来てますね。おはようございます。たけしーさんおはようございます。ライチさんおはようございます。ライチさんから光合成日和ですわって来てますね。そうなんです、今日ね天気すいません、ちょっと読み間違えてしまったんですが、日中ですね、お昼降水確率 0% となっておりまして、このスタジオからね外を見るとすごく天気いいんですよね。本当に朝はねちょっとね20度切っちゃうような、ちょっと少し肌寒いぐらいの天気だったんですけど、日中多分ねだいぶねカンカン照りなので夏を感じられる方多いんじゃないですかね。そう、このね新しいっていうトークテーマで話がコロコロしちゃうんですけど、いろんな人からねなんかないかなと思ったんですけど、聞いてみたら新しく新居に入居しましたとかね、あとはですね月曜日担当の有香さんから、新しい服着るとテンション上がってルンルンになっちゃうって、いややっぱり新しいっていいですね。なんかねあるなんていうのかな、この新しく何かを持つとか、新しくやりたいこととかでもいいですよ。なんかね新しくやりたいこととか、こういうことやってみようかなって思うのもいいんですけど、なんかアイテム一つ持つだけであんなにテンション上がるのかってぐらい上がりますよね。いやいや、このね新しいシリーズなんですけど、だいぶいろいろとあって、私ね他にあるのがさっきのね有香さんの話でもあるんですけど、お洋服とかもね新しく買っちゃうと私は一回温めて着ちゃいたい派なんで、割と置いとくで、ちょっとシーズン中盤から後半になり始めた時に、あやばいこれ着ないとって言って着始めるタイプなんですけど、基本ね温めちゃうんだよな、ちょっと寝かせて熟成タイプなんですけど、新しくなくなっちゃう前にねどうにか着ようとか持とうって持つタイプなんですけど、そう今日番組のね初めにもお伝えした通り、4月7日、だいたいねこの時期学校始めの方が多いんじゃないですかね。小中学校とか皆さんね、学校新学期が始まるわ、学校に向かう人多かったような気がします。いやーなんだかね早いよね。もう高校とかもこの時期でしょ、本当に卒業式終わったと思ったらまたすぐ入学式始まって、なんか学生って素敵だよね。なんかこういうね動きがあるのって素敵。あ、カンパチさんから来てます。長女今日入学式だよって、あ今日入学式なんですね、おめでとうございます。いやカンパチさんの長女さん今ドキドキしてるんじゃないでしょうか。いや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 、入学式ね本当にあっという間。私ね入学式とか新しい場所に行くとすごいドキドキしいなんで、緊張しいなんで、すっごいてなんか上がっちゃってね、記憶にない残らないタイプのパターンの人なんですけど、カンパチさんの長女さんも今日の入学式楽しんでいただければいいかなと思います。一旦ですね、うちなーぐちなんを挟んで後半もお送りしたいと思います。今日のうちなーぐちは何が流れるかな、どうぞうちなーぐちなうお聞きください。はいさーい、 M 松川です。今すぐ使えるうちなーぐちを教えるうちなーぐち Now with M 松川。今日のうちなーぐちはこれ。
はっしゃはっしゃ。これは沖縄の人が度合いを強めて何かを言いたいときに使う言葉です。言いたいことの前にこのハッシェをつけるとより強い主張になります。例えば58号線を車で走っていて、いきなり隣を走っていた車が前に突っ込んできたら、迷わずハッシェ危ないとシャウトしましょう。すっきりするはずです。さあ練習です。ハッシェ危ない、ハッシェ危ない。 Repeat after meハッシュ危ない。エクセレント。これであなたも今日からうちなんちゅ。それではまた次回。毎週土曜日11時よりお届けしておりますアイネットラジオ、 DJ アーサーです。ナーシ生100周年本当におめでとうございます。すべての世代を支えるためにさらなる発展を心から応援します。皆さんおはようございます。4月7日水曜日、ただいまの時刻は8時30分を回りました。カルチャンプルーナ沖江通りにあるスタジオから生放送でお送りしておりますモーニングナハ、本日水曜日のお相手は志保です。これからのお時間皆さんどうぞお付き合いください。ってことで後半もね元気にやっていきたいと思います。今日のトークテーマ、新しい、新しいで皆さんからのコメントメッセージお待ちしております。メールアドレスは 780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp までお願いします。 FM那覇のウェブサイトにアクセスしていただいて、ホームページのメールフォームからメールを送っていただくことも可能です。またこの放送はツイキャスト、 YouTube で他の生配信もしておりますので、気になる方はそちらのチェックもお願いします。またリスラジアプリっていうスマートフォンの無料アプリをダウンロードしていただければ、全国どこからでもこの FM 那覇の放送を楽しみいただけますので、今日の皆さんのご都合ご予定に合わせてラジオをお楽しみください。またね、ツイキャスから気軽にコメントなどもできますので、皆さんぜひラジオにお参加ください。ってことでですね、はい、あっという間に30分経過して後半がスタートしているんですが、私ねまだドキドキが止まらない何かな今日ね、この新しい感じね、やっぱりね、いつもね火曜日に起きて、火曜日に FM 那覇ついてラジオしてたんで、水曜日がねなんか違和感っていうかね、まだ慣れてないんですよね。朝もね結構ゆっくり起きちゃって、あやべってなったりとかね、なんか1日曜日がずれるだけでこんなに違うかっていうぐらいね、私の中ですごいなんかまだもぞもぞとしちゃって、逆に火曜日はすんごい早起きしちゃってね、なんかこの新しい習慣に合わすのもこのチャレンジっていうか、4月っていうイメージかな4月はね何かがよく始まる時期ではありますけど、やっぱりね習慣づけてたものをねまた新しく変えてみようと思うと結構ね難しいっていうか、慣れるまでにね時間かかるなとも思いましたね。まあこんな感じでやってればきっとねいつかね普通に慣れていくんでしょうけど、その違和感がねまだちょっともどもどしちゃってるんですけど、こんな感じでですね、まあ違和感に負けずに新しく
水曜日を楽しんでいきたいと思います。ただいまの時刻は8時33分になりました。この時間は今日のお天気と那覇市内の交通情報をお届けいたします。まず最初に4月7日水曜日、本日のお天気からですね。晴れ、夜曇り、北東の風やや強く、波3メートル、うねりを伴います。降水確率6時から12時 0%、 12時から18時 0%、18時から24時 10%、 日中の最高気温は24度の予報となっております。続いて今日沖縄本島中南部に出ている注意報警報ですね。沖縄本島中南部波浪注意報が出ております。続いてこの時間の那覇市内の交通情報をお届けいたします。まず国道58号線南行き那覇市泊付近 0.8 キロの渋滞、こちらも国道58号線南行き那覇市小文字付近 0.5 キロの渋滞となっております。続いて西消防署通り上り那覇市泉崎付近 0.5 キロの渋滞です。続いて国道330号線西行き那覇市旭橋付近 0.5 キロの渋滞です。続いて国道330号線北行き那覇市安里高架橋北付近 2.4 キロと長距離の渋滞が発生しております。続いて那覇糸満線82号線上り那覇市市立前病院付近、こちらも2キロと長距離の渋滞が発生しております。続いて那覇北中ぐすく線29号線西行き那覇市大道付近1キロの渋滞となっております。続いてこの時間帯の高速道路の交通情報をお届けいたします。沖縄道下り汽車場トンネル出口山里バス停工事のため規制中です。続いて沖縄道下り宜野座インター宜野座インター付近工事のため規制中です。続いて沖縄道上り巨大インター付近、ただいまこちら事故がありますが、事故のため片側規制となってますね。路地方規制ですね、失礼しました。続いて沖縄道上り宜野座インター巨座インター間金インター宜野座インター間工事のため第一走行規制となっております。続いて沖縄道上り金インター付近工事のため第一規制となっております。以上、この時間は今日のお天気と那覇市内の交通情報をお届けいたしました。続いて本日の3曲目を流していきたいと思います。本日の3曲目はスキマスイッチでガラナ、お聴きください。
78.0 亜熱帯ラジオ FM ナハ。ただいまの時刻は8時42分を回りました。この時間はまず最初に4月6日付沖縄県内新型コロナ感染状況をお伝えいたします。新たな感染者は98名、行政検査数は108名となっております。続いて沖縄タイムス琉球新報の紙面よりニュースです。まず最初に沖縄タイムス総合面、県内コロナ1万人突破、新規98人、人口比最多続く。県は6日新たに10歳未満から90代以上の男女98人の新型コロナウイルス感染を確認した。県内の累計感染者は1万人を超え、1万と39名となった。1000人ごとの増加は過去最速タイのスペース。全陽性者に占める死亡者の割合は 1.3% で、高齢になるほど上昇。年代別で見ると70代以上が 8.4% と高く、90代以上に限ると 19.7% に上がった。県の直近1週間の人口10万人あたりの新規感染者数は 45.04 人となり、4日連続で都道府県別全国最多となった。昨年2月14日の感染初確認後、全国最多は同8月1日から9月7日、同10月3日から11月5日、今年4月3日以降の現在と3期にわたる。全国と比べても県内の感染拡大は目立っている。続いて琉球新報のこちらも総合面からニュースです。沖縄に豚、7000年前から。沖縄本島に7000年以上前から豚が多数存在していたことを名古屋大と県立埋蔵文化財センターが6日までに突き止めた。縄文時代の野国貝塚から出土したイノシシとされる骨の形を分析した結果、大部分が家畜化した豚だったと判明。年代測定では国内で最古の豚の骨と見られることも分かった。出土した豚は中国大陸から持ち込まれたと考えられ、名古屋大の新見助教授は、交流があまりないとされていた縄文時代の中国大陸と日本列島の関係について再検討する必要があると話している。以上、この時間は琉球新報沖縄タイムスの紙面よりニュースでした。時刻は8時46分を回りました。
この時間はフリートークの時間となりますので、皆さんからいただいたコメント、メッセージなどを読んでいきたいと思います。今日のトークテーマ、新しいで皆さんからのメッセージなどを募集しておりましたよ。失礼しました。ですね、いっぱい来てるんですけど、長谷川淳さん、新しいカバンは昨年購入したもの、ヤシがまだエントリーしておりやせん、にりーって来てるだからさ、いいなと思って買ったものって出し惜しみしちゃうではないんですけど、なんかね、タイミングがないとなかなか出せないんですよね。わかる。私もね、なんかね、新しいものなんか使いたいんだけど、タイミングがわからなくなるときたまにあります。お、自転車の店タオさんからも来てますね。昨夜たまたま聞いたラジオの新しいパーソナリティ、緊張と心臓が止まりませんって。心臓止まったら危ないやろ心臓のドキドキが止まらないって言いたかったんだろうけど、いや、まあ、心臓は止まりませんって正しいと思う、一応適度な緊張感と常に頑張る、生きていくっていう気持ちが止まりませんってことだったかもしれない可愛いね。なんかね、あれなんだろうね、本当にドキドキしてて、なんか言葉がごちゃごちゃってなるときありますよね。なんかういういしいっていいですね。私はういういしい、通り過ぎてやらかさになりつつあるんですけどね。お、カンパチさんからも来てる。新しいタブレットが欲しい、最近固まる、落ちる、あーストレスになっちゃうやつ。お仕事とかでね、常に毎日使うようなものだとね、ちょっと固まったり、急にね、この電源が落ちちゃったりしたらドッキリっていうかね、ふーってなっちゃいますよね。いやー、もうね、私も新しくパソコン欲しいです。欲しいやっぱね、なんかありますよね、家電とかね、何月ぐらいに買うのがちょうどいいみたいな時期ね。ああいうのも探ってみて、新しいタブレット買ってみてください。お、メールも届いてます。那覇ネーム沖縄大好きさんからですね。シーホー、おはようございます。今日から水曜日担当スタートですね。メッセージテーマ、新しいで言えば、この間リサイクルショップであるゲームソフトを購入、早速新しいデータからスタート。ちなみにそのゲームはバイオハザード。今回購入したのは初めてやる作品なので、操作と新しいシステムに戸惑いながらも頑張って慣らしていきますってことです。いや、バイオハザード怖くてできない。見るのが一番いいやだ、あんな急に敵がドーンってくるやつ苦手です。自由に動かせてね、自由に敵も襲ってくるやつ私苦手なので、ポケモンとかがちょうどいいかもしれないすごいね、わかる。なんかシリーズもののゲームとかでも、急にね、今作から新しく仕様が変わりましたみたいなのありますよね。動かし方が変わったりとかね、あー何これってなっちゃう。前の方が良かったのにっていうパターンもあれば、いやこれすごい操作性上がったよねっていうパターンもある。いやー、やっぱりね、新しいのに慣れるってね、時間かかるんですよね。私もなんか、この時期じゃないんですけど、免許取り立ての時ね、なんか初めて車乗るじゃないですか。まあ中古だったんですけど、そこは新しい車じゃなかったんですけど、もうね、初めての車、初めての道の、もう一人で乗るみたいな、誰も隣にいないっていうね、すっごいドキドキしたのを覚えてます。いや、新しい生活に慣れるってそういうことなんだろうなと思って、本当にね、駐車場から出るのにめっちゃ時間かかって、その時はね、何だったかな、おばあちゃん家に車止めてて、おばあちゃん家なかなかね、駐車場がなんか難しいんですよ、なんかすぐ道で。でもまあまあ車通りが多くて、なんか対向車線なんですよね、本当にちっちゃい道で、もうね、10分ぐらい車駐車場から出せずにね、宿泊してたの覚えてます。最後おじいちゃんにちょっと誘導してもらった気もするんですけど、まあそうやってね、新しいことどんどん慣れてくるんですよね。今じゃちょちょっていけちゃうんですけどね、まあちゃんと安全確認してからですよ。なんかね、慣れてるっていうかね、ちょっと度胸がついたっていうかね、こんな感じだろうっていう感覚がつかめたってことなんですけど、いやー、本当に慣れていくまでが大変。
長谷川純さん来てますね。新しいトークテーマできてます。扇風機もお乳が待機しているのになかなかエントリーできない。わかる。買ってからね、もうそろそろもうお疲れ様と思って買ってからね、買ってからが初期面の家電とかがね元気出すんですよ。なんでかな、もうダメか、動かなくなった扇風機にダメ元でオイル刺したら10分後復活。そうなるんだよ本当に。お兄はまだまだ待機中です。そう、わかります。なんかね、買い替えたい自分もいるんですよ。このね、もうすんごいボロボロになってさ、ちょっと何ですか、扇風機だったらスムーズにぐるぐる動くじゃないですか。あれにね、ちょっとリズムがね、扇風機の己のリズムが乗り始めたタイミングで、あ、新しいのに買ってあげないとだって、新しく買い替えてあげないとだ、使いすぎちゃったなって思うんですけど、あのね、扇風機のたちがね、自分で編み出したリズム感にね、私も乗っちゃって、なかなかね、変えれないことってありますね。オイル刺したら10分後復活、すごいな。オイル刺してから買いたかったような気もするけど、買わなかったらオイルは刺さなかったんだろうね。あります、なかなかあります。やっぱり皆さんあれですね、出し惜しみするタイプの方も多いですね。このね、新しいものね、本当に出すの大変。本当に、なんだろう、ものすごく欲しくて欲しくて、やっと買えたってものだったらね、やったーって出しちゃうんですけど、必要だからとか、もうそろそろ買えないとっていうやつはね、割とね、古いのが、あ、まだ使えるんじゃないかなみたいな、魔が差すではないんですけど、まだいけるんじゃないかなっていう気持ちでもうちょっと頑張らせちゃったりするんですよね。私が2年間温めてたお財布も、古い財布がね、もうボロボロでしょと思って買い替えたんですけど、まあどうせもう捨てちゃうんだから、この飾り取っ払ってみようかなって、バッて取っ払ったら、あ、そっちの方がすごい使い勝手いいなと思って、そこから2年間使っちゃったんですよね。本当にある、もう嫌。もっとゆっくり買えばよかったじゃんっていうのありますね。そんな長谷川純さんから来てます。前回よりも扇風機滑らかに回り上がる。そりゃね、オイル刺したらね、滑らかになりますよ。本当に古いものってね、割とタフに作られてるからね、ちょっと手入れしてあげるとすぐ良くなったりしますよね。おばあちゃん家にある扇風機とかね、ある。あと何があるかな、なんかもう使えないだろうと思って買い替えて使えるもの絶対いっぱいある。なんかね、トークテーマ変わってきてるや。新しいですよ、新しい。あ、カンパチさんからも来てます。俺はさ、すぐ開けるぜ、でもさ、新しい靴買って翌日雨だとすげえがっかり。わかる、それもわかる。今日絶対出すんだと思ったらね、台風みたいな土砂降りだったりね、します。靴あるあるですね。今日はね、新しい靴買ってもすぐ履けるはず、沖縄の天気だったら。わかる。傘とかね、雨具だったらまた全然いいんだろうけど、例えばね、新しい服とか新しいカバン買ってよしと思って次の日雨だと私もがっかりする。なんかもう嫌なんですよね。なんなら天気いい日じゃないと嫌だ。曇りとかも嫌だ。朝バッと起きていいなと思った日がいいですね。こんな感じで今日のトークテーマ新しいでお届けしました。あっという間の1時間だったんですが、まあ新しいね、水曜日担当となりましたしほがお送りしましたモーニング那覇。来週もね、水曜日にお会いしましょう。皆さん、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。